えー、北朝鮮の問題でですね、まあ、日本がミサイル攻撃に対してほとんど無防備であると、まあ、いうことが、まあ、はっきり分かったわけですね。で J アラートというその空襲警報がですね、えー、東北の北部および北海道南部になってもですね、えー、滑稽なことに、えー、日本人はただおろおろするだけということで。 日本人の精神的な状態がこれほど子どもになってしまったっていうのはなぜかっていうのも考えてみなきゃいけないわけですが今日はですね日本が無防備だったのはアメリカと日本の左翼の計画だったということをまあはっきりしておきたいと思うんですね。でアメリカは日本と戦ったわけですけども日本の軍隊が非常に強いっていうことが分かったこととあともう一つアメリカは日本に原爆を2発落としてますからね将来その報復を受ける っていうことがまあ非常に怖いわけですね。したがってアメリカはですね、え日本をに自主防衛できない国として、まあずっと管理したいという強い希望を持っておりました。これは多くの外交官がそのように言ってますし、陰謀でも何でもなくてアメリカはそれを公言してますね。え中国や北朝鮮はもちろん武力が強くなるのはしょうがないし、核武装も認め認めるでもいいと。 ただ日本だけは核武装を認めたくない自主防衛したいようなできるような日本を作りたくないっていうのが日本と戦ったアメリカの考えなんですね。で日本以外の国であればですねアメリカっていうのは非常にこうまあアメリカばかりじゃなくて中国もそうなんですロシアもそうなんですが、えー、国はですねやっぱり自分の国のことを考えるので、まあ、邪悪な国なんですね、まあ、全部言えば邪悪な国なんで。 アメリカが日本を自主防衛日本が自主防衛できない国にしたいというのは陰謀でも何でもなくて別に普通のことなんですね。ところがそれが知られてないというのはなぜかというともちろんこの NHK 朝日新聞があるからなんですがもう一つは日本社会の大きなやっぱり建前があるんですね。日本は建前と本音の世界で、えー、建前しか言わないんですね。ですからアメリカは日本の友好国であると。 いいうこととしか言わないとだからアメリカが日本の自主防衛を嫌がっているんだと。だからなかなか憲法9条の改正も嫌だし、えー、とにかくアメリカ軍の駐留をしてですねそして日本を守りふりをしてると。いざ日本が攻められるようになったら多分アメリカは日本を守ることはしないと思うんですよね。まあ、今度の、えー、こともそうでしたね。アメリカ本土にミサイルが打ち込まれれば。 とかそれからアメリカの,ガムあの基地のあるガムにミサイルが落下すればアメリカは頑張るよと言ってるだけで前からあ北朝鮮のミサイルは日本に到達するわけですからですからアメリカの本音はですね当たり前ですけど非常に当たり前のことですが、まあ、日本は守らないよとアメリカは守るとそれから日本は自主防衛 しできなないいようににしとかないと非常に危険だとまあ産業も強いし軍隊も強いしもう核武装なんかしようもんならですねもうどういう要求が出てくるかわからない <laughs> しかもアメリカは2発核爆弾を日本に落としてるのでその報復を迫ってくるかもしれない <laughs> ということですね。それからそのアメリカとほとんど同じ同じ態度をと,とったのが日本の左翼ですね。 憲法9条を守れ反米でアメリカの基地をのけろとい、まあ、わば今の沖縄ですね今沖縄は憲法9条を守れアメリカの基地は出ていけというまあ一本やりなんですけどもこれは何を言ってるかっていうともともと日本は無防備ですから <laughs> まあ憲法9条をそのまま取れば無防備ですからこれでアメリカが引いたらですね日本は直ちに 中国と北朝鮮に攻めて落とされる危険性が非常に高いわけですが日本の左翼はですねそれを望んででいるわけですよ。これもですね日本人が日本が占領されることを望んでいることは考えられないという建前があるんですが日本の左翼はですね中国とか北朝鮮のような共産主義のやる国はのやることは正しいんだと。 いうもうも考えで染ままってておりましてねでこれはもうこれも陰謀でも何でもなくて、えー、っと前からですね、えー、憲法9条を守れ憲法9条を守れってことは軍隊を持つなっていうことなんですけどそれからアメリカの基地は出ていけっていうわけですから日本は無防備でいいとどこの国が攻めてくるんだと、まあ、こういうふうにまあ言い続けてきたわけですね。でそのどここのの国これははですねあの実は私が左翼の人と あの討論するといつも左翼の人が途中でやめてしまうという話をこの前したんですけども、実は左翼の中、例えば共産党の中ではですね、共産党というか共産主義者の中では、えー、っと全世界が共産主義になったのが正しいと思ってるんですよ。それは思ってるんですから、別に私の考えと違ったって言うんですよね。私は民主主義なんですが、えー、共産主義がいいっていう人も当然いるんですよね。もちろんあの共産主義は民主主義ではありません。選挙がありませんからですね。 今まで選挙のあった民主,主あの共産主義ってないんですからね。だから、まあ、えー、共産主義がいいという人たちは、あの選挙したくないし、共産主義の方がいいんですね。共産主義に日本をするためには、まず日本がですね。共産主義の国に一回占領されなければ、だめだと思ってるんですね。思ってるって、そう言ってるんですよ。まあ、前はですね、アメリカと日本が戦って、日本が負けて。 でぐちゃぐちゃになるからそこで共産主義にしようとしたんだけどこれが失敗したんですねアメリカ軍が居座っちゃったもんですからこれで失敗しただから何としても反米アメリカ軍の基地は出てってもらって再軍備反対つまり日本の左翼の反再軍備反対と反米っていう2つはですねまず敗戦によって日本を共産主義にすることが失敗したのでえ次の作戦ですね次の作戦つまり 日本を無防備にして無防備な日本をまず第一に共産主義にやっつけてもらうその時にまた死亡者がですね日本の死亡者が200万人ぐらい出てもですねそれよりか共産主義にすることが大切だこれは共産主義者もしくは左翼の統一した考えですねですから例えば中国がチベットとかウイグルを占領しているのもですねこれはまあ,共,あの共産主義者に言わせればですよ いやいやそれはね占領してやってるんだと。世界中が共産主義になるということが理想的なんだから。だから我々はチベットとウイグルを占領してあげてるんだと。まあ、こういうふうな考えですからね。こういう考えってありますよね。共産主義が正しいから正しいためには戦争でも何でもいい。一回日本が滅びても日本とアメリカを戦わせて日本が負けさせて310万人の 犠牲者出ましたけどもそれよりかそれよりかですよ日本を共産主義にする方が共産主義国家にする方が大切だと思うわけですよこれはねアメリカの政策も日本左翼の政策も、まあ、コミンテロンなんかの政策も全部高知なんですよところがね日本人って面白くてそういうことは非道徳的だからもしくは秘密にするべきことだから口に出してはいけないって言って NHK 朝日新聞はもちろん言わないで新聞はもちろん書かないそれでそれはもうないことにしようってことになるところがそれは間違いだから陰謀論が出てくるそれで実はアメリカと日本が戦争したのはコミンテリンつまり国際共産主義の陰謀だと陰謀でも何でもないですよそれ言ってんだから敗戦革命って言ってんですからそれから戦後もですねどうも朝鮮戦争が起こった時に日本,が日本を一旦滅ぼすのに もう1回失敗したとそれはやっぱり日本が軍備を持ってるといけないから憲法9条で再軍備反対をして反米して日本を無防備にしてから占領してそれで共産主義にしようっていうのを言ってるんですよ言ってるんですが日本人の不思議なところですね隠しとくもの隠しとくべきものは言っちゃいけないこれもいい,いい性格っちゃいい性格なんですがあまりに行き過ぎてるし まあそれに、えー、新聞とかテレビがあのーえー、ちょっとこう私があのこの前『虎ノ門ニュース』でですね「虎ノ門ニュースはこれ右なんでしょうって右の思想なんでしょう?」っつったら、えー「すごいストレートな意見ですね」っつったんですけどあれどう見ても右ですよ。<laughs> 右の人がほとんど多いですよね。ささんとか百田さんととかか百田 あーね、みんな右寄りですからねで右寄りの人が別にいいんですよそれが正しいと思ってやってるんですからだから中立じゃないんですよねあの放送法第4条には反してるんですよ別に構わないんですよ反してやりますと言えばいいんですからそれはその人の意思なんですからねだけどそういうのははっきり言わないというのが、まあ、日本の社会であるということですね。で今度の ミサイルでそれを僕も公にどんどん言えるように僕はもうどんどん言ってるんですけどそれでもさらに公に言えるようになったということですね。